な俺に。マジカルラジオ。カモンベベ。気づいた時にはもう手遅れ。謎の飛行物体だ。見た目はね、可愛いし、とってもかっこいいと思います。もう最高のモテだと思います。なんだよ、照れるじゃねえかよ。調子にね、乗らないでくださいよ。マジでイラつきます。この握り拳どうしてくれよ。この中なんか隠してる。そうなんです、見た目だけ黙っていれば良いのです。常識のある天狗でしたらば。私がスタンダードです。何をどうしたら普通と言えるの。普通じゃない、普通じゃない、なんでこうなるの。上司なの。最高の上司じゃねえかよ。え、ちょっといきなりカメラ構えて出てこないで、捕まるわよ。あ、いや捕まるは NG です。撮影するときは許可をもらってお金置いてきなさい。じゃないとサツに突き出すわよ。もうそこだけ。家の中に戻りたいの。あなただっていつも上司にペコ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 してるって。上司いなきゃすぐまた暴走。楽しければいいんじゃない。お気楽ですね、羨ましい。僕の苦労も知らないでいいです。今更なれんぽです。君頑張ってるね、えらいえらい。ふみゆかん、左に飛び出してくるのも嫌だけど、あ、いやって何なんだ。決まり文句だろうかよ。どうせならもっとみんなが知ってるような言葉にしたら。写真ボスみたいな。懐かしいネタだね。シャタちゃん、音がする。光って目が痛い。気づいた時にはもういない。さっさと逃げるか勝ちなのさ。かけられない。サングラス、フラッシュ対策、夜向き、あたの見えずにずっと見ました。見えた。面倒なことはみんなもみじに押し付けて、自分はネタ集めて調子で盗撮覗きばっかり。新聞記者の特権だよ。そういえばあなたの白い顔の写真、なぜか私が持ってるんだけど。いつの写真だよ、もうしてねえよ。いいとこを探す方が大変。それでも君は僕の証拠なんです。引き合いもらった。気づいた時にはもう手をくれ。もうバカでアホで頼りないよ。見た目はね。でも大事な時は強くてかっこいい。 I'm strong。 あなたが好きだぜ。そういえば昨日新聞に私たちのコスプレ写真が載ってたわ。許可も取らずに何なのよ。カーファープロジェクトマーシーアレンジ CD ウルトラ10、2010年コミックマーケット78新作、各同人ショップ様通販店頭で取り扱い中。フロンティアクリエイト出演、マーシー、宇佐美奈乃、オリスゴワイン、綾波チェン、ヒナ、ヒカ君、カズキ、トーヤ、ドッペルマン、フミカ、福士ユズル、展開、ズン、ズン、ズン。